東京都渋谷。今日は、以前からメディアや SNS でよく紹介され、外国人観光客の方々からも人気の高いラーメン屋さんに行きたいと思います。一覧、食べログ、3.25、2023年5月7日時点。コロナ禍以前から、席に仕切りがあって一人でも入りやすく、朝6時まで営業している非常にありがたいお店ですね。渋谷駅から徒歩4、5分ですね。注文は券売機で、追加注文は席でも可能、クレジットカードも使用できます。仕切りのある席は一人客には最高ですね。味集中カウンター、というようです。給水器が一席に一つついているのも嬉しい。味の好みや麺の硬さなどは、この紙で注文できます。店員さんとの会話も、極力省略できるいいシステムですね。生ビール、580円。目の前ののれんが開いて商品を出してくれます。席で追加注文できるようし。乾杯。うぃー。酒がうまいなー。人気ナンバーワンメニュー、一覧5000、1620円。最初にすべて乗せる派です。いただきます。100% 豚の骨から抽出した天然豚骨スープですが、一蘭さんでは高度な技術を要する特殊製法で、余分なアクを時間をかけて丁寧に取り除いているため、臭みが全然ありません。麺もうまい、小麦の風味、コシやつるみかん、私の大好きなストレート細麺です。食べやすく薄めにスライスされたチャーシューもうまい。この豚骨ラーメンに相性ぴったりの肉ですね。この赤い秘伝のタレは、独自にブレンドした唐辛子を基本に30数種類の材料を調合し、何昼夜も寝かせ熟成させております。そうすることで、単なる辛さだけではなく様々な旨味が口の中に広がり、より一層ラーメンが奥深い味になります。ホームページ引用。卵も安定のうまさ。替え玉、210円、追加ニンニク、130円、追加ビール、580円。やっぱり一覧に来たら替え玉しないとですよね。替え玉は豚骨ラーメンの醍醐味の一つだと思います。
私は、替え玉はニンニクを追加して少し味変するのが好きです。ニンニクが効いてていいねごちそうさまでした。会計、3120円。美味しかったです。久々に来たから懐かしさも感じたなぁ。また食べに行かせていただきます。